まさか三代目雷影様がお亡くなりになろうとは。ブラザーはどっち、あっちこっち。いきなり壁を殴り崩して外へ出て行きよった。おそらくいくつも壁の穴が開いとるはずじゃ。そこを通っていけばおるじゃろう。しっかりしろ、ブラザー。今日から雷影はブラザー。分かっている、B。お前は今日より雲雷峡に入り、美獣玉の訓練をしろ。お前を敵には接触させん。敵が攻め入ってきた時は里から出ず、遠距離用の美獣玉を使って蹴散らせ。今は戦争中だ。俺が雷影として里と国を守り抜く。それが親父の意志だ。